さあそれではですね、ただいまもう少しで、集合場所に着くんですけれども、だいたい時間はですね今8分前ぐらいですね。集合時間のみんな来てるかな、迎えに行ってみるということで、根岸さんとハリオさんかしらね、この二人は。今ずっと後ろつけられてましたけど、ちょっとアイドル歩きしてる時撮ってくださいよ。どうでしょう、寝れましたか昨日？4時間しか寝てません。4時間は鹿なのか、4時間ぐらい。4時間、同じぐらいで全然寝れなかったです。あら、何時間ぐらい？3時間ぐらいしか寝てない。一番ですよ、3時間、4時間の2人と3時間。ご帰省初の外部イベントといったら初めてですか？初めてです。待ってました。なんか握手会とかも初めてです。そうだ、ハンドクリームとか塗ってくればよかった。ちゃんとハンドクリーム塗るんですか？うん、ツヤツヤな感じで。手の甲は別に触られないでしょ。どうですか今日意気込みは？今日は頑張ります。ちょっと踊れるか全部不安なんですけど、はい、頑張りたいです。そうね、ご規制がもう朝一から振り確認をしてます。ご規制じゃない人たちは喋ってます。喋ってます。いいですね。なんとみんな喋ってる中でご規制は振り確認してます。1月から働き始めていきなりぶっこき祭りじゃないですか、1ヶ月で。で、何曲は十何曲も一気に覚えなきゃいけない。選考会もこの間だったし大変です。そうか、メルちゃんは飛び立てスターシップはできるんですか？私はスターシップはいましたけど。できる。それ以降は何も。で、終わりだ。で、オーマイディス。オーマイディス。オーマイディス。どうですか新曲今日？初披露。パーちゃんがすごく美味しいとこがあるんです。ソロパート美味しいなって思いながらやってます。花の次に前なんですよ。どうしよう。新曲今日初披露ですけど、はい、今までのとは違ってオレンジ色な感じです。え、そうなんですか？青春ソングです。青春ソング。電車の中で16ビート刻んできました。どんな感じですか。ずっと電車の中でそれやったでしょ。メインメンバーとなって初めてのイベントという、はい、ことでよろしいですか？はい、女子ぶっこき祭り。そうです、はい。いや緊張して。そしていきなり新曲。そうなんですよ。いやだから初披露、みんなで合わせるとかもね初めてなので、どうなるか分かんないんですけど、でもすっごいいい曲でソロいただけたので気合い十分です、はい。なんかあんまりだからなんかメインメンバーだからとかってなんか変わりたくないんですよ。わかる。ずっとスタンスは一緒に頑張ってだから、まあ、メインメンバーですがみたいな。やめてもらってもいいですか？メインメンバーですがっていう前振りやめてもらってもいいですか？さあ今からですねリハーサルスタートということでございまして、人数が人数なんで立ち位置とかがですね大変なんですね。マイク渡しだったりとか。さあこれがどうなるのか。これさ一回さリハですね。今がリハ。すごいドキドキしてますね。すぐ始まってますね。頑張ります。初めてのリハ始まりますね。怖いです。初めてのリハですね。ドキドキです。ドキドキです。頑張ります。さあご帰省、はい、松下さん、はい、初めてのリハだと思いますけれども、はい、2部の人結構大変なんですよね。これ見て覚えなきゃいけないんで、自分と同じ位置の人をずっと見ると、はい、見ます。わかります。自分が誰か今のうちに確認して、はい、もう一方がいい。Yeah.
ち位置ね、ちょっとみんな目だとね、大変ですけど。じゃあ、お願いします。はい、じゃあ、お願いします。なんとですね、ドタバタの楽屋でございますけれども、もうちょっとで開演ですね。やばいですね、初めての大舞台。はい、もう後悔しないようにしたいです。そうですよ、全力で。はい、頑張る。今日できる全てを出します。かっこいい。その横で剣さんが五十嵐海斗さんからレッスンを受けておりますね。今コメントもらえなそうなぐらい必死ですね。初ブレイズ。そうです、初めて5期生です。違います、4期生松本風花さんです。そうです、近くないです。新曲っすな、新曲っすな、新曲ですね。新曲ですよ、絶対ね、みんな好きになる曲だと思います。曲も好きになるし、諸星あずなさんのことも好きになってください。かわいい。好きだ。諸星のことも好きになってください。手汗かいてます。あらまあ、激励会困りますね。あ、そっか、頭がいっぱい考えること、やることが多くて、はい、湧き汗です。そういうことです、湧き汗です。なんか声が枯れてるんですけど。頑張ります。いつもの声ですよ、それ。どうしたの、すみません。結構やべえと言ったよ、どうしたの。まさかお弁当を食べていて。シュールすぎるだろ。うーん、すっごく食べたかった。さあ、広沢さん、はい、なんか前回第2回やったばっかなので、うん、あっという間なんですけど、一番やっぱオーマイディスニーが今回は初お披露目ということで、曲振りをするんですけど、何度も練習で美少女目視力って言っちゃうので、もうそれ言ったら本当にもう今日終わると思うので、お前ディスニーってきちんと3週間ぐらいはちょっといじりますから。本当にもうあそこだけ集中して、あとは楽しませたいと思います。バコン。